はい、皆さんこんにちは、バンダルゲルフィッシュです。信長の野望創造戦国立志団明智についてリベンジ編続きをお届けしていきたいと思います。前回までのあらすじですね、安土城にて信長の奇襲に成功したものの、信長を打ち漏らしてしまってですね、前回ついに信長の大軍による反抗作戦を受けるというところまで追い込まれています。すでにいくつかの城を失陥してしまってですね、残された城が、こちらにある長浜城、ただこちらの長浜城、ご覧の通り今信長軍に取り囲まれていて楽勝寸前、そして矢上城、こちらもご覧の通り信長軍に取り囲まれていて楽勝寸前です。で、唯一無傷で残っているのがこの犀ヶ、手取り、この2つの城は今のところ無傷ですが、ただここも時間の問題かなという厳しい状況ですね。そしてどうしても守りきらなければいけないこの二条御所も今、渡辺良隊と前の長安隊4線に攻められています。すでにですね、信忠率いる1万ぐらいの軍勢ですね、こちらに関しては撃退したんですが、この撃退戦において城の耐久度をかなり下げられるというね状態になりました。ですので今回さらにねこの4線を退けるのも厳しい戦いになると思うんですが、なんとかね頑張っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。敵に城を奪われました。お味方が捕らえられました。今長浜城が出艦しましたね。行くぞ。で、すでに城門を破られているので本丸で続きなさいましょう。前の長安は2700だけですね。まあ、の長安だけなので渡辺良隊は別のところに向かったようです。行くぞ。敵が城内に侵入しました。かかれ。これで決めます。我らに勝てると思っているのか。生きれまい。決める。生きれますか。決める。逃げるなら今のうちだぞ。退却せよ。いや、やっぱ三井での狙撃は強いですね。これはなんとか退けられたので、いざ戦で敵がさらに城御所に2300か。もう耐えきれないぞ。本当に耐えきれなくなってる。援軍も期待できないしな。ぐわー、犀ヶも攻められそうだな。兵糧が全くない。高山重友対3200、これもちょっと守りきれないんじゃないか。表情を始めましょう。まあ、城の改修は置いといても、修復は急いでやらないといけないですね。で、かつ取引で米を大量買いしないと。毎度大きい。どうする、この犀ヶ城に援軍を出すか、犀ヶ城を諦めて手取り城で迎え撃つか。犀ヶの方がまだ耐久は高いものの、犀ヶは平城なので城門が3つになるんですよね。城門3つを守るっていうのはかなり厳しいな。連動も低いしない、ね、どうしようかな。いや、やっぱりでもこの犀ヶで迎え撃ちましょう。で、
外交の朝廷交渉の方はどうなってるかというと29日まだ。これはどうかな、9ヶ月1年間持たないんじゃないか。1年間持たせないとその前に滅びる可能性がありますね。城が取り囲まれました、城が取り囲まれました、敵に城を奪われました。八神城が失陥した感じだな。ここはただ五城の防衛が最優先なので、出陣します。五城の防衛戦に入っていきましょう。お助けいたします。進め。倍近い軍勢を相手にするんだな。続きなさい。ここも本丸で敵を迎え撃つしかないですね。城門の耐久が、本丸の前の城門の耐久がちょっとだけ回復してますね。まあ焼け石に水程度だな。かかれ。続きなさい。我が魂、我が覚悟、この攻め生きれまい。かかれ。城門が破壊されました。城門が突破されたか。この戦必ず何とかなる数じゃないな。何、さらに援軍が来たか。これは五将が落ちるぞ。我が領内に敵が迫っております。いや、五将失陥するか、厳しいな。残念だけど五所は失陥しますね。これはであればなんとか三井では逃れなきゃいけないんですよね、敵の手を。なんとか逃れて、この手取り城が取り囲まれました。逃げなきゃいけないけどどうかな、逃げきれなそうだけど。敵が我が領内に向かっております。ご命令くだされ、報告いたします。ここは光秀自らが朝廷工作をして、残り3ヶ月間なんとか逃げ切りましょう。入ります。で、兵糧の数的に出陣は可能ですね。通信は可能なので、この西側絶対に守らないと、もう本当に城がなくなってしまいますね。我が策、戦場を制す。いや、この西側が拠点になることになるとは思わなかったな。今やらなきゃいけないことはというと、手取り城の回収は急いでやらないといけないですね。相手か。行きます。お待たせください。
まあそこの縄文はもうくれてやりましょう。縄文が破壊されました。では決着をつける。これで終わってください。我が策で貴様らを殲滅する。サカンを退けたので、ここは引きます。ただもう一体いましたよね、舞台が。お、あれは帰っていくか。よし、であれば入ります。なんとかこの災が、そして手取り城は今のところ死守できてますね。で、二条五所はもう落とされるでしょうというところなので、五所から19人の武将たちを救えなかったな。数々の有能な武将たちをここで失うことになるとは。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。御所取り囲まれてるからやっぱり移動できないよね。となれば、まずは災害の耐久の回復が最優先ですね。で、そうこうしてる間に朝廷工作も引き続きやりましょうと。いやでもこれちょっと戦略的にかなり孤立したところにいることになっちゃいますね。ちょっと考えものだな。徳川と連携するにしても遠すぎるし、北条はもってのほか、毛利も遠すぎますよね。今となっては浮田をこう同盟破棄させるんじゃなくて、筒井を同盟破棄させた方がまだ良かったのかなって気もちょっと今更ながらしてきますよね。こうやって見ていくと、この木災害と手取りをキープし続けたとしてもどう考えても自利品ですよね。四方をまさに囲まれた状況になる。ちなみに今援軍の要請はできないよね。なるほど、この刈谷城を巡って大激戦中だな、徳川と織田も。ただ戦況はかなり良くはなさそう。で、北条は何をしてるかというと、名手の割には特に何もしてないね。毛利は激戦中ですね。毛利の方も、厳しいね。まあ、災害の回収修復、これが最優先ですね、やっぱり。表情を始めましょう。報告いたします。婚姻でもしときますか。秀光に徳姫とかもらったら嬉しいな。同姓同氏では婚姻できません。そりゃそうだよね。そしたら統率の高いさつきちゃんをもらいましょう。
表情を始めましょう。情報省はどうにもならないんで、まあ遺憾ではありますけど、もうこのまま放置するしかないですね。どっちかっていうとやっぱりもうこの災害をいかに守りきるか。矢倉を立てていきますか。鉄がなくなってきてるので鉄を買っていかなきゃいけないですね。あとは待て待て待て、タタラバが今作れそうだったな。ってことはそこで鉄がゲットできるんじゃないか。鉄をゲットしましょう。よし、これで鉄がちょっと手に入りそうだな。お、兵糧を提供したいと、ありがたいですね。880か。敵に城を奪われました。数は少ないけど。さあ、これで二条五所が失われて、いよいよ信長の標的がこの災害に向いてくる可能性が高くなってきたので、いかにこの災害を守るかっていうのがねポイントになってきそうですね。ご命令くだされ。先月の収支です。あとは懐柔策を図って援軍になってもらうように。行きましょう。さあ、いつ信長がと思ったら早速攻めてくるの。敵が我が領内に向かっております。合計1万か。災害に5000、手取りに5000、手取りにはごめんなさい2600ですね。南か、南とかけましょうか。かかれ。参ります。行きます。この攻め見切れまい。これで決めます。こちら自体は南から攻めてきてますね。どうしても殲滅しておきたいので、援軍は敵が城内に侵入しました。厳しいな。これ以上は難しいので、城門守りに入りましょう。城門が破壊されました。この攻め見切れまい。何か攻撃を受けて止める。我らが戦とくとご覧あれ。我が領内に敵が迫っております。最大に至るに三好が5000か。これも厳しいな。城門が破壊されました。引くぞ。この攻め見切れまい。
本丸で迎え撃ちましょう。参ります。城門が破壊されました。この攻め、八谷さん結構強いな。思ったより全然強い。全てを止める。我らが戦、とくとご覧あれ。全然削れないんだよな。何事っていうぐらい削れないな。この攻め、見切れまい。表情は絶対に参加しないといけないので参加していきましょう。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。ここはちょっと一旦外交調停で、停戦もできないのか。そうか、今連合に入っちゃってるから停戦できないんだね。しょうがない、手取り城から援軍を出しましょう。出陣するぞ。その手取り城も攻められるんですけどね。出せいたす。止まれ。手取り城はもう失うの覚悟の上で、もう西賀の守りに専念しましょうか。登場を始めましょう。報告いたします。厳しいですね、本当に厳しい。いやー、滅びフラグだなこれ。進め。とりあえず本丸の中の兵を引きましょう。この攻め、見切れまい。続きなさい。続きなさい。行きます。かかれ。この攻め、見切れまい。我らの攻め、あえて見せよ。これで決めます。しゅ、敵が城内に侵入しました。見えてるよ。我らが行くぞ。とくとご覧あれ。敵が城内に侵入しました。城門も戦えたか。ここは引きます。ここまでか、無念だな。西賀が失敢するな。西賀が失敢して勝つ。手取り城も取り囲まれてる。出陣できる武将がいないというか兵数がない。お味方が捕獲されました。敵が我が領内に向かっております。いやー、やっぱり無謀な戦いだったな。ご命令くだされ。報告いたします。なんとかね、抗ったんですけどね。この災害も落ちそうですね。ご命令くだされ。報告いたします。先月の終始です。まあ、ちょっと今回ね、明智リベンジということで頑張ってはきましたが、残念ながらちょっとね、皆さんのご期待に添えるような、結果にはならなそうですね。まあ、ちょっとね、この後信長の下でもう一回出直しっていうのはちょっと今回は考えていないです。前回ね、信長の下で出直しをやっていたところ、まあ、だいぶ時間が過ぎてしまって、再独立する頃には信長がね、もう大勢力になってしまっていたということがありましたので、今まさに西賀城落ちましたけども、明智リベンジ編は、まあ、第4話までということになってしまうんですが、一旦ここでね、終わりにさせていただいて、次の別の武将でのシナリオ
今後お届けしていければなと思っています。軍団長に就任して、まあ、本当に信長に抗うんであれば、安土城で信長を襲撃するのではなくて、それこそ四国を統一して四国をね拠点に信長に抗うっていう方が現実的だったかもしれないですよね。今回は、まあ、あの信長を討ち取るっていうのを目標に四国を攻めた後、四国の城を返上して安土城の近く御所とかね、そのあたりに領地替えをね願い出て領地を得ていったというところあったと思うんですけども、まあ本当に信長に抗うんであれば四国をこう地盤に、戦っていった方が良かったかもしれないですね。はい、というところで明智シリーズ本編とこの番外編、最後までお付き合いいただけた方本当にありがとうございました。また次回も別のシナリオをお届けできればいいかなと思ってますので、ぜひぜひまた見に来ていただければ嬉しいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。